赤ちゃんもとっても可愛い。すっごくハッピーアラだね。うんうん、ハッピーアラ。ねえ、この衣装何？何ってどう見たってカウガールでしょ。いや、それはわかるって。私が聞いてるのはどうしてこの衣装に着替えたのかってこと。沙織、説明ちゃんと聞いてなかったの？珍しいね。ごめん、あまりにもペースが早すぎて。突然着替えてって渡されたし、何がなんだか。牧場にいる動物たちのガイドを私たちにやらせてほしいってお願いしたんですよ。ガイド？動物のことをお客さんにもっと知ってもらうためのガイド。私たちで手助けするので、せっかくだからお客さんに分かりやすいように普段ショーで使ってる衣装を貸してもらうことになったんだ。ちょっと待って、私動物のことなんて全然知らないんだけど。大丈夫、私がついてるから。え、リンクちゃん動物に詳しいの？うん、アフリカには野生動物がたくさんいたからね。アフリカってそれでなんとかなるのかな。基本的な説明は今から牧場のスタッフさんが教えてくれるから心配ないですって。はーい。やっぱり飲まれてる。担当する馬なんだからもっと慣れておかないと。私が担当するの？おい、みんなそれぞれ馬を一頭ずつ担当することになったんですよ。ほら、よしよし。ゆかさん大丈夫？噛んだりしない？大丈夫大丈夫、やっぱり牧場の子だからすごく人に慣れてますね。ほらほら、沙織もやってみよう。わかった、やるから。沙織さん、ファイト。やっぱり怖いけど、年下のリンクちゃんやゆかさんの前だし、これ以上みっともない姿は見せられない。じっとしててね。じっとして、もっと小次郎と仲良くなっちゃおう。仲良くって、舌で舐められてる。よだれでベトベトになっちゃった。なんか遊ばれてる感じでしたね。でもこんなにくっつかれてるんだもん。沙織さんって動物に好かれやすいんだよ。きっとそうだよ。じゃ、この調子でどんどん動物に慣れていこう。おお。やっぱりこの3人と同じテンションで頑張るのは私には無理なのかもしれない。